前回、意外にもドラマチックなペンギンあるあるをリサーチ。トレーニングから見えてくるペンギンたちのさらなる魅力とは。今から餌をあげながらペンギンのトレーニングをしていこうと思います。はい、お願いしますって言いたいところなんですけど、はい、もうすでに寄ってきてるすごい、もうやる気満々ですね。ペンギンたちが目を輝かせて狙っているのが大好物のアジ。給仕しながら距離を縮めていきますよ。基本的に今こうやってついてきてもらうっていう練習をしてます。はい、ついてきたらここでご飯あげて、ついてきてくれたらご褒美にアジをあげる。シンプルなルール。一匹一匹に手渡しでアジを食べさせてあげます。ここでペンギンクイズ。ペンギンの名前を呼びながらアジをあげるシシドさん、その理由とは何でしょう。皆さんも一緒に考えてみてくださいね。名前を呼んでる理由は何なんですか。実は今録音をしていて、はい、その子たちが1日にどれだけ食べたかを測っています。なるほど、はい、あとは自分の声を覚えてもらうためにも声かけて喋ったりとかはしてあげてますね。名前を呼ぶ理由は正確な記録のため。給仕している音を後で聞き返しながら各個体の食事の量を記録。健康管理とスキンシップの2つの目的があったんだ。一匹一匹とちゃんとコミュニケーションっていうのを取ってるんですか。ご飯をあげるときにはやっぱり一匹一匹に直接あげるので、うん、その時にその子がやった仕草だとか他の子たちの関わり方とかで君こういう性格なんだねっていうのが分かるので、ちょっとずつ知っていくって感じですかね。すごいですね。もうちゃんと勉強して飼育も頑張って、まあ、感激しちゃうご飯への食いつきだけでなく、こんなところにも差が。本当だ、でもすごい。こうやってちょっとずつ触って、うん、まあ、触れ合いとかにできたらなって。絶対触らせたくないマンと触ってもいいけどっていう子もいて。そうなんだ。あの子、うん、大人チームの中で一番小さい子なんですけど、うんうんうん、一番気が強いです。ご飯の時になるともう周りをつついてつついて、私なんだ私なんだっていうアピールがすごい子です。なんか体の大きさとか全然関係ないんだね。そうですね、もう気持ちですね。気持ちペンギンは人に懐きやすいと言われていますが、その中でも飼育していて感じる性格の差は明らかなんだそう。それぞれの子の性格を理解した上でスキンシップを取ることはとても大切と言われています。そういうスキンシップがこう大切になってくる理由とかってあるんですか。そうですね、トレーニングとして挑戦しているのがこの子たちの体重管理をしたいので、ついてきて体重計乗ってっていうのをスムーズに行えるように今トレーニングはやってます。体調とか体重とかそういうのを管理するためにも、まずはこうコミュニケーションを取ってスキンシップしてあげるっていうのが大事になってくるんですね。トレーニング見させていただきありがとうございました。すごく感動しました。ありがとうございます。信頼関係を築けてるからこそちゃんと餌やりもできて、みんなあれだけ食いついてくるんだなっていうのが見てて伝わりましたよね。もう私最初入っただけでみんな逃げていったので、やっぱりこう初めて来た人はすごいより感じると思います。凄さが。常にケープペンギンと親しくしてると思いますけど、シドさんだからこそ思うケープペンギンの最大の魅力ってどんなところですか。もう人間と変わらないんじゃないかなって思う。クラスメイトの名前覚えるのってすぐじゃないですか。うん、それと一緒でみんな見た目とかすごいそっくりで見分けつかないって最初はなると思うんですけど、関わっていけば関わっていくうち、なんかあこの子ってこういう特徴あったんだとか、なんか意外と気強いなとかっていうのも分かってくるのがすごい魅力のポイントだと思うんです。
どういう味が好きだとか、そういうよくこういうポジションにいるとか、この子たちの強い個性が見れるので、やっぱりそういうのが魅力だと思います。可愛いだけでなく性格も個性豊かなケープペンギン。深く関わるほど意外な一面も見えて、ペンギンたちの奥深さにメロメロになるかもしれません。